はい、ここではですね、非常に重要なトラックの概念の説明となります。まずですね、楽曲を作るときに一番最初にこの画面が出てきましたが、これがですね、トラックを作るといった画面となります。まずここですね、これはもう打ち込みと言われるもので2つあるんですけども、上がですね、ロジック内部に入っている仮想楽器、ドラムだったりとかピアノだったりとか、実際に存在しない音源の打ち込みとなります。そして外部MIDI というのはですね、そのままなんですけども、ロジックの外にある音源、例えばシンセサイザーを別途持っていてその音を使いたいなんていう時に使用します。そしてオーディオなんですけども、この2つはですね、同じものとお考えください。オーディオはですね、生のギターだったりとかベース、そして生の歌だったりとか、このような演奏を録音するものとなります。そして最後にドラマーですね。先ほどの説明とちょっと矛盾してしまうかもしれないんですけども、基本的にこれも打ち込みになります。ただ、ドラムに特化していますので、ドラムを簡単に打ち込みたいなんていう方に向いています。そしてこのトラックには共通概念がありますので、この説明も行っていきたいと思います。このトラックたちはですね、一つの音色につき1トラックとなります。ですので、例えばここで今ピアノが鳴っていて、途中からドラムに変わるとか、こういう使い方はしないと思っていただいて大丈夫です。例えばですね、ここでピアノが弾かれていて、ドラムを足したいとなった時はですね、もう一つここから追加していくといった形となります。トラックの追加なんですけども、このプラスボタンから行いますね。またですね、同じトラックを使いたいという時もあると思うんですね。例えばですね、この音色でもう一個違うフレーズを入れたいなんていう時は、このプラスボタンを押すことによって、同じトラックが複製されて、別々に打てるようになるといった形となります。これがですね、トラックの概念になります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。